カードマジックに騙されてしまう理由の一つに、使うトランプのカードの枚数が多すぎるというのがあります。なので今日はですね、もう少し少ない枚数のカードを使って分かりやすくやってみましょう。使うカードは5枚、スペードの1から5のカードですね。スペードのエース、2、3、4、5、ね、一番上がエースで一番下が5です。ではこのエースにご注目ください。エースを間に入れまして、で指を鳴らしてやると、なんとエースが一番上に上がってくる。もう一回やります。エースを中に入れまして、指を鳴らしてやると一番上にエースが上がってくると。こういうのいかがでしょうか。分かりにくいですか。じゃあこれ減らしましょう。残り4枚でやります。次のカードは2ですね。2のカードも同じようにして下の方に入れまして、指を鳴らしてやるとやっぱり一番上に上がってくると。いかがでしょうか。分かりにくい。じゃあこれも減らしましょう。次は3ですね。残り3枚になりました。3、4、5です。やり方変えまして、今度は3のカードを裏向きにして残り2枚の間に入れます。今間違いなく3のカードが裏向きに挟まれた状態ですよね。おかしいですか。なんか見えました。いや、ちゃんと裏向きに挟まれてますよね。もう一回やりましょうか。じゃあ今度は2枚のカードの間に表向きに3を入れます。今間違いなく表向きに入りましたよね。おかしいですか。いや、ちゃんと表向きに入ってます。まだちょっと多すぎるようなので減らしましょう。残り2枚になりましたね。4と5ですね。上のカードが4で下のカードが5ですね。5のカードの下に4を入れまして、こう指を鳴らしてやると2枚でもやっぱり4が上がってくる。減らしましょうか。最後1枚になりました。1枚だと上も下もありませんので、例えばこんな変化はいかがでしょうか。